シャーリー・ウィリアムズは英国の政治家。当初は労働党下院議員であったが、1981年の労働党大会直後離党し、ロイ・ジェンキンス、デイビッド・オーウェン、ウィリアム・ロジャーズらと共に社会民主党を設立したギャング・オブ・フォーの一人である。彼女は政治学者・建設学者のジョージ・カトリンと小説家のベラ・ブリテンの間に、シャーリー・ビビアン・テレサ・カトリンとして生まれた。 彼女は自身の経歴をジャーナリストから始め、オックスフォードのサマービルカレッジで学び、後に卒業した。数年後に彼女は性的のマーガレット・サッチャーのサマービルで学んだ。1955年には哲学者のバーナード・ウィリアムズと結婚した。1964年の総選挙で彼女はハートフォードシャーのヒッチン選挙区から労働党候補として立候補して当選した。 彼女は早く格外省の地位に昇進した。彼女は上院における自由民主党のリーダーであったが、2004年11月の議会開会でその地位から引退した。ありがとうございます。